県内29の事業所が一堂に会し、特産品などを販売する催しがイオンモール高野原などで始まりました。地域の魅力発見フェアは、地域の特産物や地場産品の魅力を広く知ってもらうとともに、事業者に顧客の新規開拓につなげてもらおうと県商工会連合会などが開いたものです。イオンモール高野原の平安コートなどでは、県内の商工会に所属する29の事業所のブースが並びます。このうち葛城市のラッテ高松が作るカマンベールチーズは、地元の酒造メーカーが開発したお酒の酵母が入っていて、奥の深い味に仕上がりました。また橿原市に本店があるたい焼き専門店や大和郡山市のとんかつ店など人気店のブースでは実演販売も行われています。県内事業者の一品が集まる地域の魅力発見フェアは今月13日まで開かれています。